しました。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ようこそキャットストリートへ。皆さんは猫たちに招待されてここにやってきてくれたんですよね。ということはもちろんですが、猫好きな人、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくなので毎回聞いてみようかな。皆さんテンション上げていきましょう。私が猫好きですかって聞くので、猫が好きな人は大きな声でニャーって言ってください。本気ですよ。いいですか。じゃあ順番にいきましょう。まずは子供たちと女性の方からいってみましょう。可愛く元気よくお願いします。大きな声でお願いします。大人の男性の方、猫好きですか。ありがとうございます。寒気がしました。いやでも皆さん本当に猫好きみたいですね。今日はそんな猫好きの皆様にもっともっと猫を好きになってもらうために、猫の身体能力の高さを間近でご覧いただきましょう。さあそれでは叫ぶどうぞ。地方スワップから元気な2匹がやってきました。ご紹介しましょう。やってきたのはエキゾチックショートヘア、こちらがエール、そしてビアです。この2匹にはかっこいいジャンプ技を披露してもらいましょう。台から背中にジャンプ、オッケーできました。次に挑戦するのは足くぐりです。開いたスライドをジグザグにくぐっていきます。それでは息を合わせていきましょう。ビアトリラシュプリスタート、1212、オーエルバリアに先に始まっていって、ゴールビアもまた一歩ゴール頑張りました。さてそれではここで皆様にジャンプのご協力をお願いします。輪っかをお配りしたお客様、今輪っかを前に準備してください。輪っかは左右に3本ずつ、3本連続ジャンプに成功したら大きな拍手をお願いします。まずはビアからいってみましょう。ビアの輪っかジャンプ、端からスタート。1本目、赤い番がどうだ、うーん、ちょっとビア、もう一度いきましょう。ビア、しっかりといきますよ。それではお兄さんと息を合わせて赤い番からジャンプいきましょう。もう一度、こそこそ、どうだ、スタート。1本目、赤い番が、うーん、OK。 2本目は青、バッチリ。3本目、黄色、お見事、できました。さてエールの番です。スピーディーに行きましょう。エールの輪っかジャンプスタート。1本目 OK、 2本目もバッチリ、3本目お見事、できました。ご協力ありがとうございます。輪っかはお席の下に戻してください。それでは難易度上げていきましょう。次に使うのはこちら、この輪っかを使って高さの上がったハイジャンプに挑戦です。それでは行きましょう。ビアとエール輪っかをよく見てピアも、うん、どうだ、輪っかをよく見て、さあ、なんで自由気ままなんでしょうか。さあ、ピア、輪っかをよく見ていきます。足くぐりはもう終わったんです。さあ、ピア、お兄さんの輪っかをよく見ていきましょう。じゃあ、まず低い輪っかからいきましょうか。それでは、ピア君、しっかりと集中力を高めていきます。さあ、どうだ、ピア君、輪っかジャンプ、どうだ、やって
てきたのはミックスの女の子、お名前はミヤコと言います。じゃあまずこの質問からいきましょう。ミヤコちゃん、今日の調子どう？あんまり調子良くないみたいです。でもね、頑張ってもらいましょう。じゃあミヤコの好き嫌い聞いていきますね。いつもあげてるキャットフード、嘘、あげてるでしょ。あのキャットフードは好きですか？カリカリのやつ好き？好きじゃないみたいです。あ、わかりました。みやこ、おやつの方が好き。今日丸を好きないみたいですね。でも私絶対に丸を押してくれる質問を考えてきたので言ってみましょう。みやこちゃん、赤い方を押すんだよ。いい？私のこと好き。私のこと好きでしょ。なんでやねん。おかしいですね。何かの間違いです。もう一度いきましょう。みやこちゃん、私のことだよ。私のこと好きだよね。わかりました。はい、みやこちゃん、私のこと大好きってことだよね。ね。はい、できました。好き嫌いがはっきりしているみやことはここでお別れです。皆様、大きな拍手をお願いします。バイバイ。とっても優れたバランス感覚を持った動物です。ということで次はこちら。この小さな丸太、4つの足で乗りこなしてもらいましょう。丸太乗りに挑戦です。じゃあ丸太ここに出しますよ。近いですね。カメラの準備はよろしいですか？さて、この丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っていたようです。皆さん、どこかで猫見てませんか？ください。どこにいますか？猫、もしどこ、あの猫、あの猫寝てるだけです。違います。ほら、ほら、いるじゃないですか。見ました。見てました。ステージ中央の穴から登場、やってきたのはラパーマ。お名前はラパと言います。それではラパちゃん、皆様にかっこいい姿をお見せしましょう。肉球石を追いかけて、この肉球石を追いかけて、ここに乗ってみましょう。ラパちゃん、こっちです。こっち、そう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 、さあここに乗って、そう、乗って乗って乗って、おし、よいしょ、はいはい、乗って、ラパちゃん、ここ乗って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 、さあどうですか、ほら始まりました。見てください、これ素晴らしいバランス感覚です。かっこいいよ、ラパ。ここまで来たところでゴール、頑張りました。いやー、素晴らしい、素晴らしい。何かおかしかったですか？何笑ってるんでしょう。わかりました。じゃあもう一回行きましょう。ラパちゃん、なんだか笑われていたので、もう一度行きますよ。この場所を変えて、こっちです。なあラパちゃん、こちらのお客様でもかっこいい姿を見せしましょう。そう、こっち、そうそう、まずはここに、ここに、はい、乗って、ラパちゃん、こっち乗ってみて。なんで手向きどうなんでしょう。反対、反対、反対です。こっちから、よいしょ、はい、ラパちゃん、ここ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 、こっち、こっち、スリスリじゃなくて、こっち来てください。ラパちゃん、こっち頑張って、ラパちゃん、そう、こっち降りてきて、こっち、反対です、よいしょ。さあラパちゃん、ここ乗ってみて、乗って、そう、反対、よいしょ、はい、乗って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 、ラパちゃん、こっち、違います。さあ、なんで自由気ままなんでしょうか。皆様、ラパちゃんね、こうなってくるとすごいんですよ。それではもう一度乗ってもらいましょう。そう、乗って、そう、乗って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 、どうですか、ほら見て、これ何回見ても2本足です。後ろ足サボってる。乗って、やっと動かして、ここまで来たところで、丸太乗りならない、丸太転がしでした。いやー、バランス全く関係ありませんでした。失礼しました。丸太片付けましょう。さすがにこの丸太だと小さすぎて乗りこなすの難しかったみたいですね。大きいもの準備しましょう。次に使うのはこちら。おお、大きなボールが出てきました。これなら乗りこなすことができるはずです。じゃあボールここにセットしますよ。どこまでも自由気ままです。帰っちゃいました。もう一度呼び戻しましょう。私がせーのと言ったら、穴に向かってラパちゃんって呼んでください。いいですか？いきますよ、せーの。バッチリ切っときます。ラパちゃん、見ててください。ほら、切りました。大きくなりましたね。やってきたのはキャットストリート1の気まぐれボーイ、エキゾチックロングヘアの夏目くんです。
今日はラパの代わりに夏目くんがこのモフモフの大きな体で玉乗りを披露してくれるようです。夏目の玉乗りは一度しか行えません。皆様しっかりと見ていてください。さあ、なちゃんこっち。そう、まずはこのボールの上に乗ってスタンバイ。なちゃんこっちこっち。そう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 、夏目くん、なんて自由気ままなんでしょうか。さあ夏目くん、今日はしっかりと乗りこなすことができるでしょうか。夏目の尻尾にご注目。尻尾がピンと上がってきたら集中し始めた証拠です。さあ夏目くん、少し戻ってきて、まずは肉球的に立ち。そうそうそう、まずはボールの上に乗ってきて。夏目くんこっち、なちゃんこっち。さてさてさて、それでは一度気を取り直して気合を入れ直しましょう。よいしょ、しっかりと体を慣れてあげて、夏目くんをたくさん褒めてあげることで夏目くんの気分はどんどん上がっていきます。それでは褒めながらいきますよ。夏目こっち、そうかっこいいよ。それではいきましょう。なちゃんこっち、そうここに乗ってみて、頑張って。夏目くんこっち、ここ、そう。それでは夏目こっち惜しい、なんてダイナミックな姿を見せてくれるんでしょう。さあ夏目くん、これぐらいではめげませんよ。それではいきましょう。そうなちゃんこっち、そう、頑張って。お肉を食べて力をつけながらスタートしていきます。なちゃんこっち、こっち。夏目くん、夏目くん、さあ私も見てる方もしんどくなってきました。夏目くん頑張っていきましょう。こっち、そうそう、頑張れ。そう、頑張って、応援してくれてるよ。ここに乗ってみて。そう、夏目の玉乗り、今度こそスタート。乗って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 、ご覧ください、素晴らしい。もう一頭バランス感覚が自慢の猫がいるんです。ということで次はこちら、中央にある長い綱渡りに挑戦です。早速チャレンジャーが樽の中からやってきます。やってきたのはロシアンブルー、お名前は若葉と言います。それでは若葉ちゃんは自分でスタンバイしてもらいましょう。若葉が近くにやってきても手は出さないようにご注意ください。旋階段を慎重に登っていきます。若葉の心の準備ができたら綱渡りスタート。渡り始めました。綱がグラグラと揺れています。頭気をつけて。皆様ご覧ください、真剣な表情。尻尾を使って器用にバランスをとっているのが分かるでしょうか。端まで行ったら大きな拍手をお願いします。どうですか。往復するときは皆様手拍子で応援です。頑張れ頑張れ、ワンワン頑張れ頑張れ、ワンワン。あかん、うん、もうちょっと最後まで気をつけて慎重に。頑張れ頑張れ、ワンワン頑張れ頑張れ。ゴールできました。いやー、どうなることかと思いましたが見事なバランス感覚を披露してくれました。頑張ったのはエキゾチックロングヘア、失礼しました、ロシアブルーのワンワンでした。バイバーイ。尻尾に挑戦です。たくさん道具があるので一つ一つ紹介していきましょう。まず最初に振るのはハードル。1枚目が30センチ、2枚目が50センチ、3枚目は70センチ。猫にとっては目の前にそびえる高い壁、果たして越えることはできるのでしょうか。そしてハードルを越えると次に待っているのは横倒しになったはしご。このはしごは上下にジグザグに渡り切ることができれば成功です。猫のしなやかな背骨の動きにご注目ください。そしてはしごを越えると透明な狭いトンネルが待っています。猫はひげが当たることで自分の体が通れる広さかどうか見極めることができるんです。これらの障害物を無事にクリアすることができたら今までで一番大きな拍手をお願いいたします。最後にやってくるのはここキャットストリートで一番身体能力が高いこの猫、チャイ。どうぞ。ラストレースは私の後ろから登場です。やってきたのはベンガル、名前はチャイ。ベンガルは山猫に最も近い種類で運動神経は抜群です。それでは慎重に参りましょう。アテンティーグリッコ、1枚目だ、2枚目だ、3枚目だ、そう。
ス。皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。ではご覧いただいた通り、猫たちはちょっぴり臆病でとっても気まぐれな動物ですが、私たちにとってはかけがえのないパートナーです。今日楽しんでいただいた皆様が、お家にいるパートナーの猫だけでなく、パートナーのいない猫のことまで少し考えていただけると、私たちも猫たちもとっても嬉しく思います。最後、クズ玉がやってきました。開けてくれるのはアメリカンショートヘアのひまわりちゃんです。冒頭にかっこよく決めてもらいましょう。ひまわり、このクズ玉の紐、これ引っ張って。ひまわり、これ引っ張って。さて、何て書いてありますか？またにゃということで、皆さんまたお会いしましょう。またにゃ。Thank you.